皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2017年の2月の6日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして午後8時53分とほとんど9時になりますね。遅れて申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明の私の公開質問書への回答を読んで私が理解したことというのが今日のメインテーマですね。土山純一さん、いつもありがとうございます。お茶が6杯とコンティニューコインが2枚ですね。からルナレアさん、コンティニューコインこんばんは、配信ありがとうございますということです。今日の放送を始めますけど、最初はですね、昨日から始めた第45回ワイワイニュースネット世論調査の中間報告ということで、今日の午後6時現在の結果ですね、中間報告です。テーマはですね、安倍首相は2月10日のトランプ米大統領との首脳会談で米国の成長と雇用のために日本の年金基金17兆円を使うと約束していると。あ、これは古いやつだな。で、全部で、日本の年金17兆円をはじめとして総額51兆円を米国に投資すると、そして70万人の雇用を創出することを約束すると言われていると。このことをあなたはどう思いますかということなんですね。で、回答1、日米同盟強化のためには必要だと。2、米国の成長のために日本国民の資産を使うなど国家犯罪であると。この1と2ですね。それで今日の午後6時段階の回答ですけど、1、2%、2、98%。そして回答者の数が50人ですね。ツイッターで49名、E メールで1人ということです。最終回答の締め切りは今週の水曜日午後3時ですので、ぜひ多くの方にですね、参加していただきたいということで、今これをアップします。そっか、ちょっと待ってください。これですね。第45回ワイワイニュースネット世論調査テーマ、安倍首相は2月10日のトランプ米大統領との首脳会談で日本の年金基金17兆円など計51兆円投資して米国に70万人の雇用創出の約束をすると言われています。あなたはどのように思いますかと、こういうことですね。 K さんがコンティニューコインですね。シカゴさん、コンティニューコインありがとうございます。コインとよろしくお願いします。東京の稲子さん、こんばんは、配信ありがとうございます。ルナレアさん、ペーパーデコフレームですね。それから東京の稲子さん、お茶、スナズキンさん、コンティニューコイン、ルナレアさん、キャス君ですか。からスナズキンさん、コンティニューコイン、ルナレアさん、キャス君、コンティニューコイン、東京稲子さん、ルナレアさん、お茶と。国民こそ、スナズキンさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。エリコさん、こんばんは、初見です、コンティニューコインですね。東京の稲子さん、お茶ですね。ルナレアさん、天国からさん、キャス君ですね。ルナレアさん、お茶、土山純一さん、お茶、コンティニューコイン、東京の稲子さんですね。ということで、これに対する回答ですね、1と2ですね。
マイナス5。1と2ですね。現時点では 2% と 98%。 それと回答の仕方ですね、こっちか。マイナス10、なんでだろう。これですね。シューさん、コンティニューコインですね。シカゴさん、今日のメインテーマ、放送中リツイートですね。から、周平さん、こんばんは、コンティニューコイン2枚ですね。1人か2人、常連でない人が紛れ込んだのでしょうということですか。スナズピンさん、コンティニューコインありがとうございます。ということです。ということと、それから今日の画像ですね、3つありまして、最初がスティーブ・バノンという極右ですね、首席戦略官上級顧問63歳ということなんですけど、今回の例のイスラム国7カ国からの移民あるいは国籍者の米国入国を一時停止するということで、大統領令を彼が起案したと言われてますね。反アラブの最先頭と最先端という極右の人間です。で、今日のトピックスの記事の中で彼をトランプかっこつき大統領ですね、が NSC 常任にしたと。NSC というのはアメリカの、国家安全保障会議ということですね。で、彼を常任にして、で、本来常任閣僚級委員の常任に引き上げる、常任のメンバーである統合参謀本部議長から国家情報長官、それぞれを非常任に格下げするというとんでもないことやってるんですね、彼はね、トランプということです。それから2つ目が、スウェーデンの副首相の女性がですね、法案に署名してるんですね。背後には女性の関係者だけと。これはなぜかというと、トランプが常に大統領令に署名するとき、背後には男しかいないと
こういうホワイトハウスのいわゆる写真に対抗して、スウェーデンの副首相は、私たちは女性が中心ですよと、トランプは男性しかいないじゃないですかと、こういうことですね。これに対抗してこういう写真を発表したと、こういうことです。スウェーデン副首相が全員女性写真、トランプ大統領に挑戦と、こういうことですね。これ面白いですね。この文章 AFP ですね。スウェーデンの首都、環境省と国際開発協力省も兼務するローウィンという副首相ですね。7人の女性が見守る中でデスクについて署名した。署名を見守る女性の一人は明らかに妊娠していると。この写真は1月23日、ホワイトハウスで男性たちに囲まれて中絶を支持する外国 NGO への米連邦政府の資金援助を禁じる大統領に署名した。これはそうですね。署名したドナルド・トランプ大統領をパロディにしたものと、女性の権利の先駆けとなっているスウェーデンは、女性が議会や政府を含む職場の上級職に就いていることで知られている。ローウィン氏は AFP に対し書面で、この写真に現れている通り、我々はフェミニスト政府だと、この写真をどう解釈するか結局のところ見る人の次第だと述べたと。この写真を撮影した際にローウィン氏が署名した気候関連法案は、スウェーデンを2045年までにカーボンニュートラル、二酸化炭素の排出量と吸収量のバランスが取れている状態な国にすることを目指したもので、ローウィン氏の書面によると、スウェーデンの気候政策における新時代を画するものだということですね。こう一方では、中絶禁止に反対する外国 NGO、中絶を支持する外国 NGO への米連邦政府の資金援助を禁じる大統領に署名すると。でこちらは2045年までにスウェーデンを二酸化炭素の排出量と吸収量のバランスが取れている状態、カーボンニュートラルにするにが国にすることを目指す、気候関連法案に署名すると。えらい違いですね。砂月さん、安倍お友達陣地に出ます。 NHK、 もみ、長谷川、百田、日銀、黒田、内閣法制局、横島か、宮内庁、西村、エッセトラと、そうですね。稲子さん、コンティニューコイン2枚ですね。桐生仁さん、お茶ですね。からシカゴさんが、45回目の ニュースですね。ワイワイニュースネット世論調査、安倍、そうですね。これに、ぜひ協力してくださいということですね。周さん、ただいま配信中ということです。二言目には、日米同盟、私はあなたに身を捧げますと首相に言ってるよう、盲目的に言ってるように欠けてならないと。真の売国は安倍晋三はなきゃです。そうです。共謀罪作るんだったら、まず共謀罪の適用犯罪容疑者というのは彼でしょうね、ということです。それで今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明への、私の公開質問書への回答を読んで私が理解したことというのが今日のメインテーマですね。私は一昨日の土曜日2月4日早朝、上記声明の窓口を務めてられる高山かな子共同大学教授より私の公開質問書への回答をメールでいただいたと、非常に短いメールなんですね。山崎様、兄弟の高山でございます。呼びかけ人と協議しました結果、いただいた3点のご質問はいずれも内閣法5条を含め内閣提出法案によってできたあらゆる法律が無効であることを前提に、内閣が法案を提出する予定であることに反対する内容を共謀罪法案の提出に反対する刑事研究者の声明の中に含めないのはなぜかという趣旨であると理解しました。これに対する私どもの回答は次の通りです。
共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明で呼びかけ人が訴えたかったことは声明文に盛り込まれた内容に尽きています。共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明は共謀罪法案の内容の問題性に焦点を合わせたものにすることが目的に合致すると考えたのでこのようになりました。以上です。高山かなと。で、呼びかけ人としては 2,4,6,7 人ですね。しかのこれ行きって言うんですかね、一橋大学教授、高山かな子さん、京都大学教授、田淵浩二さん、九州大学教授、本庄武さん、一橋大学教授、松宮隆明さん、立命館大学教授、三島明さん、総さんです、大阪市立大教授、水谷則夫さん、大阪大学教授と。で、この7人の呼びかけ人の呼びかけに対して2月3日段階で138名の刑法研究者、刑法研究者が賛同しているということなんですね。で、私はこの回答を見てですね、私の3つの質問というのは 1,2,3 あるんですね。なぜあなたたちはこの反対声明の中で安倍事項内閣が共謀罪法案を提起し閣議決定して今国会に提出しようとしている行為自体が日本国憲法第41条と第73条に違反した職権乱用の国家権力犯罪であることを言わないのかと。2、なぜあなたたちはこの反対声明の中で内閣には法律の起案権も国会の提出権もない。法案の起案と国会の提出、法案提出は国会と国会議員の職務であることを言わないのかと。3、なぜあなたたちはこの反対声明の中で安倍事項内閣は共謀罪法案の起案と閣議決定と国会の提出を直ちに中止すべきであることを言わないんですか。これに対して、先ほど読みましたように、反対する内容の問題性に焦点を合わせたと。手続きの問題に関しては言わなかったということなんですけど、それではなぜ言わなかったのかと。なぜ、内閣には法律の起案権も内閣の提出権もないんですよと。法律の起案と内閣への提出の職務は憲法第41条と憲法73条に、基づけば国会と国会議員にあるのは明らかだということをなぜ言わないんですかということに対して何の答えもしてないですね。正面からは全然答えてないと。自分たちは共謀罪の法案の内容に関して、反対だと。手続き上の問題に関しては私たちがこの声明の中で言いたいことではなかったというふうに言ってて、ですね。で、今日のメインテーマですけど、この回答を読んで私が理解したことと。1、日本の法学者や政治学者にとって内閣には法律の起案権も国会の提出権もないと。法律の起案と法案の提出は国会と国会議員の職務であることについて議論する余地がないと切り捨てるほど絶対的なタブーであると。要するに切り捨ててるわけですよね。あんたの言うことは議論の余地が議論に値しないとこういうふうに切り捨てたんですね。2、すなわち政治家や官僚や大手マスコミや評論家と同じように学者の世界にも決して公に議論してはいけない絶対的なタブーが存在することを理解したんです。3、それは日本の法学者や政治学者にとって首相には衆議院の解散権はない。衆議院の解散権は衆議院自体が持っていることが絶対的なタブーであるのと同じなんですよ。4、それは日本の歴史学者と政治学者にとって明治維新が英国政府と改宗ではロシアで国際金マフィアが薩長土肥の下級武士と非差別部落民に財政援助、軍事援助、戦略指南して江戸幕府を武力で打倒した軍事クーデターであったことが絶対的なタブーであることと同じなんですよと。5、それは日本の歴史学者と政治学者にとって孝明天皇と明治天皇、かっこ睦仁親王は伊藤博文らのタブスイマフィアによって暗殺されたことが絶対的なタブーであることの
と同じなんですよ。6、それは日本の歴史学者と政治学者にとって明治天皇、睦仁親王が伊藤博文らの田伏マフィアによって殺され、朝鮮系被差別部落田伏村出身の大室虎之助に差し替えられたことが絶対的なタブーであることと同じなんですよ。7、それは日本の経済学者や金融学者にとって国民を支配し搾取する根源は回収ユダヤ、ロシアと国際金マフィアが独占する4つの信用創造特権。1、中央銀行の貨幣発行権。2、民間銀行の無からお金を生む準備預金制度。3、政府の国債発行権。4、利息であることが絶対的なタブーであることと同じなんだと。8、それは日本の経済学者にとって景気の循環は自然現象ではなく、日銀、中央銀行が金利と信用創造の総額を決定することで好景気、バブルと不景気を操作していることが絶対的なタブーであることと同じなんだと。9番、それは日本の歴史学者と政治学者にとって伊藤博文ら田伏マフィアは軍事クーデターの邪魔となった孝明天皇と明治天皇、睦仁親王を暗殺して田伏村出身の大物虎之助に差し替えた伊藤博文、差し替えた伊藤博文はこの前代未聞の大犯罪を大罪を隠蔽するため大日本帝国憲法を起案して、天皇に1、国の統治権、2、軍の統帥権、3、議会の解散権、4、法律の起案権とともに、5、神権、神の 権利を与えて天皇を荒人神に祭り上げて全国民を宗教洗脳したことが絶対的なタブーであるのと同じですよ。10、それは日本の歴史学者と政治学者にとって昭和天皇の戦争責任が 100% 免罪免責された理由が絶対的なタブーであるのと同じですよ。11、それは日本の法学者と政治学者にとって戦後の象徴天皇制は名前を変えた天皇制であることが絶対的なタブーであることと同じなんだと。12、それは日本の歴史学者と政治学者にとって1955年の保守合同で自民党が誕生したのは米国 CIA の秘密資金だったことが絶対的なタブーであるのと同じだと。13、それは日本の歴史学者と政治学者にとって永久戦犯岸信介が死刑を逃れ菅野刑務所から釈放されて8年で日本の首相となった理由が絶対的なタブーであるのと同じだのと。14、それは日本の歴史学者と政治学者にとってアジア太平洋侵略戦争を企画立案実行した世界最大最高の戦争犯罪人である昭和天皇博仁が免罪免責されイメージチェンジして戦後名前を変えた天皇制のトップについた理由が絶対的なタブーであるのと同じなんです、というのが今日のメインテーマです。要するに学者の世界でもまともに議論しないとすっとぼけると、そんなことは学会では定説ではありません、あなたの言ってることは荒唐無稽な言説ですということで、まともな議論をすることを拒否するということが存在するということが今回のこの刑法研究者、刑事法研究者の声明の7名の呼びかけ人の私に対する公開質問書に対する何の正面から答えてない回答を見て読んでですね、分かったんですね。だからまあ大学、特に京都大学とか一橋大学とか九州大学とか立命館、大阪市立大学、大阪大学の教授なんて言ったらそうそうたる、知識人であり、権威があるというふうに一般的には思われてますけど、彼らにとって、内閣には法律の起案権も国会の提出権もないんだよと。法律の起案と国会の提案は国会と国会議員の職務であるということを認めることは絶対、彼らはしないと。なぜならそれを言った途端自分たちのいわゆる教授職が危うくなるということでしょう。
周平さん、真実を知ることにタブーなど聖域を作ってはいけませんと。なかったこと、知らなかったこと、臭いものに蓋したら権力側の思うツボになりますと。嘘の世界で成り立つ国家はいらないと。まさにそういうことですよね。だから、まあ、大手マスコミは真実を語らないと隠してると。あるいは野党政治家も一番肝心なことは隠しているというのと同じようにですね、学者の世界も同じなんですよ。真実事実を隠してるんですよ。そしてそのことを指摘するとこのような回答しか出てこないと。とんでもないことですよね。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。YYC コレスポンダンスさん、お茶ですね。から砂月さん、共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者も洗脳されてしまっていると。ゲッペルス曰く、嘘も100回言えば本当になると。だからおそらく、まあ、優秀な学者さんで、おそらく知的レベルも高いんで当然知ってるわけですよね。日本国憲法第41条の本当の規定とか第73条の内閣の職務の中に、内閣には法案の起案も国会の提出の職務も書かれてない。そして、内閣法5条の中に第5項目に法律案というのを入れ込んでる。これは憲法にないことを関連法案の中に入れ込むという歴代自民党政権がずっとやってきた常套手段。このことの違憲性をちゃんと知ってるわけですよ、これは当然。それを言わないんですね。あるいはまともな議論として取り上げないと。今回みたいな。そういうことでしょ。シカゴさん、狂気、日本の安倍総理が日本人の金、年金含む17兆円を使って、米国の雇用70万人を喪失へ足出す。まさに狂気ですね。狂ってる。東京の稲野さん、共謀罪イコール平成の治安法が成立したら、ツイキャスやツイキャスも必ず断してくると思います。そりゃそうですね。真っ先に私のこのワイワイニュースライブなんていうのはやられるんじゃないですかね。共謀罪ね。砂月さん、憲法の条文を内閣は国権の最高機関であるとしなければ成り立たない回答ということですよね。そういうことですよね。国権の最高機関は国会であると41条に書いたんじゃないですか。で、国会は国の唯一の立法機関であると書いたんじゃないですか。それはなんで、勝手に法律の起案をしちゃうのと。立法機関というのは国会である。国会議員が起案するのは当たり前じゃないですか。そのことを彼らは、学者さんは当然ながら分かってるんだけど認めたがんないと。認めたら自分の身が危ないと。そういうことでしょう。だから結局誰が残ってるかって言えば普通の市民なんですよ。騙されない賢明な、覚醒した、利権特権を求めない普通の市民が市民革命をやるしかないんですね。近藤さん、 CIA スパイ岸信介の先祖から孫安倍晋三に続く外国の田伏システム、米公文書の日本人 CIA スパイということですね。内閣による国会に対する下克上と。そういうことですよ。だからそれに対して野党政治家国会議員身を挺してこれに対しておかしいという人が誰もいないと。山本太郎さんぐらいじゃないですかね。717人ですよ、国会議員。日本の一人当たり国民の税金1億2000万円が使われている。彼らの年間報酬は巷では2500万なんて言われてますけど、月100万円、年1200万円の、文書交通費というのがあって、それはもう、報酬と同じですよ。
使い道や自由、課税されないと。それから政党助成金が会派と党に分配されますけど、自民党なんか170億円の現金が毎年自民党安倍、総裁のもとに、交付されるんですね。でその一部、国会議員おそらく1人1000万円ぐらいが同じような無課税、領収書いらないという報酬の中に組み込まれるということですので、2500万プラス1200万、3700万プラス1000万、4700万と。それに3人の公設秘書、3人で年間報酬2500万と。なんだかんだ、立派な議員会館、安くて、一等地の立地の良い、議員会館ですね、ホテルみたいな。それが格安の賃貸料で借りられる議員宿舎か、そして事務所としての議員会館、これも立派ですよね。国会の隣にある衆議院が2つ、参議院が1つのホテルみたいな、高級ホテルみたいな議員会館がある。これはすべて、国民の税金で負担されているということで、日本の国会議員717名というのはもう完全に買収されているってことですよ。砂月さん、地方積極政党、政党助成金がろくでもない執行部に殺傷予見の権限を取った、そういうことですよね。これを作ったのは誰かと。これは小沢一郎ですよ。1984年に成立した非自民、非共産党の細川連立内閣、15超党派が連立して、作ったんですけど、8ヶ月しか続かなかったんですね。細川首相がスキャンダルを自民党に仕掛けられて、佐川急便から金もらってたと。それで彼は嫌気がさして放り投げたんですね、8ヶ月。でも8ヶ月の間に最悪のことを、この細川連立内閣を実際に背後で、操ってた小沢一郎が仕掛けたんですね。で自分の持論の二大正当性を日本でも実現するんだと。そのためには中選挙区制では政権交代起こらないんだと。小選挙区制なんだと。それと政治活動にはお金がいると、政党助成金が必要だということで、このたった8ヶ月しか政権が維持できなかった細川連立内閣の中で、当時の野党に転落した自民党の総裁河野洋平、この3人で密談して、中選挙区制をやめて小選挙区制、比例代表制にすると。そして政党助成金を国民1人250円、全部で340億円を交付するということですよね。で、小選挙区比例代表制および政党助成金を支配下に置ける、いわゆる自民党の総裁とか、あるいは野党の政党のトップというのが、今まで以上に絶対的な独裁的な権力を握っちゃったんですね。小選挙区制ですから、その党は一人しか立候補者を出さないということで、その決定権を持っているのが総裁なんですね。それと年間170億円の税金を管理できる立場にいるのがその党の総裁と、自民党総裁だと、こういうことですね。だからとんでもないことが、1984年の8ヶ月が続かなかった連立細川内閣の下で行われたと。で、小選挙区制っていうのが一票の格差をどんどん広げていると。だから唯一一票の格差のない憲法に合致した選挙制度っていうのは、大選挙区
一区制ですよね。比例代表制。一票の格差がなくなっちゃうんですよね。民意を忠実に反映すると。これしかないわけですよね。菅月さん、自民党はもちろん民進党も多数決でなく、執行部の独裁体制になってしまっている。公明党、共産党は言うにも、そうですね。もともと独裁体制ですからね。公明党っていうのは政党の体を成してますけど、宗教組織ですよ、公明党っていうのは。創価学会の政治部ですよ。だから公明党イコール創価学会なんですね。だから憲法第20条に、いかなる宗教団体も、国の恩恵、国家権力 を行使しちゃいけないと。国の恩恵を受けてはいけないというふうに、言われてるんですけど、まさに憲法第20条違反で、即刻回答すべきなんですよ。で、創価学会のあの年間2000億円という無課税の信者から集めた、いわゆるお布施ですね、どこに使おうか誰も知らないと。で、そのお金で全国1000カ所以上に土地を買って立派な建物を建てて、宗教拠点、宗教活動の拠点として創価学会っていうのができたんですけど、実はあの宗教拠点よりも選挙のたびに全国から信者を集めて選挙運動員としてそこで選挙活動をするという政治活動、選挙活動の拠点になってるんですね。で、そんなことはもう完全に無税の税金で買った全国1000カ所以上の選挙活動拠点、これはもう完全に解体すべきなんですよ。シカゴさんに、安倍独裁の地ならしは彼らだったと。細川小沢政権ら、小沢政権5大財政小選挙区制で民意が反映されないと。比例代表制でゾンビ、そうですね。だから小選挙区制で、何、敗北しても比例代表制というやつで復活しちゃうんですよね。だから沖縄なんかひどいじゃないですか。全部小選挙区制で自民党議員というのは落選したんだけど、全員が比例代表制で、復活しちゃってるというインチキですよね。それから政党助成金でモラルハザードと。から企業献金、そうだな。企業献金は政党助成金を、新たに設ける前提として企業献金を、企業団体献金を全面的に廃止するってことを言ってたんですけど、二重取りですよね。公認権で独裁体制と。シカゴさん、そうですね。周平さん、議員の人々は老後の心配しなくても良い。そこそこの立場で議論をすることが彼らの仕事、老後の心配をしている立場の人なんかどうでもいいとしか思っていない。政治は一体誰のもの、そういうことなんです。小沢一郎、細川は、これなんていうのかな、読めないですね。河野洋平の3人は先端だけど意外に知られてない。これは完全にタブーですよ。大手マスコミ、あるいは評論家、誰も言わないと。から生田弁護士インタビュー、聴取者山崎康彦氏、公明党の憲法20条政教分離に違反と。創価による裁判所、検察、警察の司法腐敗ということですね。比例代表制は民意ではないと。周平さん、ということです。で、今日のトピックスですね。なぜバノン氏を NSC 常任にと、米民主議員50人大統領に説明要求という AFP、2月4日。米民主党議員50人が3日、公式な外交経験がないスティーブ・バノン、首席戦略官上級顧問63を国家安全保障会議 NSC の常任メンバーに超えたことについて説明を求める書簡、署名をドナルド・トランプ大統領に送ったと。
書面提出に先立つ今月1日、民主党はバノン氏を NSC の中心とする閣僚級委員会、プリンシパルズコミッティから排除し、情報機関を統括する国家情報長官と米軍政府トップの統合参謀本部議長を常任に戻すことを目的とした法案を上院と下院にそれぞれ提出していた。トランプ大統領は先月28日、バノン氏を閣僚委員会の常任に引き上げる一方、統合参謀本部議長と国家情報長官を各々の責任と経験に関する議論にのみ出席する非常任に格下げすることを命じる大統領覚書に署名した。大統領令と大統領覚書といろいろあるんですね。民主党議員らはトランプ政権に対し、バノン氏を閣僚級委員の常任メンバーとしたことで NSC に政治を申し込んだとして、この決定について連邦議会に書面で説明することを求めた。反主流派運動オルトライト、オルタナ右翼の聖域と称される保守ニュースサイトブライトハードメニューあニュースだあブレブライトハードバートブライトバートニュースを率いていたバノン氏は政界の慣行を否定する先導者と皆思されており、自分自身のパロディイデオロギー的課題の実現に向けてトランプ氏を誘導する力があるとみなされているということなんですね。から文さん、いかなる構図で誰とぶつかっても1位ということで、ハンギョレ新聞日本語版ですね、2月5日。これは大統領選挙の世論調査をハンギョレ新聞は自分でやってるんですね。東京新聞もやれよって言うんだよね。なんで共同通信の配信をそのまま垂れ流すのということじゃん。ハンギョレとリサーチプラスの大統領候補好感度調査は、結果は年初に数社の新聞放送会社の新年調査で現れた。ムーン・ジェイン体制論の流れを再確認させた。 3日4日に実施された今回の調査で、ムーン・ジェイン代表が他者構図で得た支持率 30.2%、 ハンギョレが昨年12月28日29日に実施した調査は 27% より 2.8% ポイント上昇した数値ということですね。からファン・ギョアンさん、からアン・チョルスさん、からユー・スミの4者対決で 43.8%、 2位のファン・ギョアンじゃないんだ、現在の大統領限定代行はコウ・キョウアンという人が 18.3 を大きく上回り、だから誰と対決しても、この文、文在公というのかな、ムン・ジェインは、先行しているということですね。日本の、まあさっき言いましたように、東京新聞なんで自分で世論調査しないんだと。その時にさ、東京新聞は論説出版の長谷川幸宏氏ですから、彼どうなったんですかね、クビになったんですかね。突破口は庶民 には手の出ない供託金の引き下げ、始まったのは普通選挙制度とほぼ同時、庶民の代表を出さないためと。そういうことですね。300万円ですよ。細川森弘か、周平さんありがとうございます。いつもこれ私読めないですね。細川森弘ですね。やはり熊本のお殿様ですから、難しい字を子供につけたんでしょうね。サイダリアさん、じゃあですね、ということです。から2つ目、スウェーデン副首相が全員女性写真、トランプ大統領に挑戦と。これはもう先ほど読みまして、こういうなかなかいい写真ですね。一方トランプはこうですね。から
これは3つ目か、3つ目。1つ目が、そっか、1つ目が、なぜバノンを NSC 常任にしたのかと、民主党議員50人が大統領に説明要求したと、1ですね。で、2が、ハンギョレ新聞の世論調査でも、野党、第一党野党のファン・ギョアンさんがダントツだと。から3番目がスウェーデン副首相が全員女性写真にトランプ大統領に挑戦したと。4番目、ジェレミー・スケイル・ビル弁護士、市民24人を犠牲にしたトランプのイエメン襲撃の成功に疑問ということで、デモクラシーなる日本語版2月3日と。だトランプは1月20日に大統領に就任した直後、1月29日のいわゆる米海軍特殊部隊チーム6人のメンバーによるイエメンの村を襲撃した作戦で、彼は OK を出してたんですね。で、その襲撃によって、その村で最大24人が犠牲になったということなんですね。とんでもないね。1月に20日に彼が大統領就任して、それでこのイエメンの村を、要するにアルカイダのメンバーが住んでるとされてるイエメンの村を、米海軍特殊部隊チーム6名とアラブ首長国連邦からの特殊奇襲部隊が合同で襲撃したということで、その襲撃によって24人、最大24人の村民が殺されたと。その中には新生児がいたということですね。これは、デモクラシーナウ、日本語版、これを URL に貼り付けます。これですね、デモクラシーになると。バノン首席上級顧問、国家安全保障会議のメンバーに加えたと。毎日新聞も書いてますね。だから天国からさんがお茶3杯、キャラ君、それからサイダリーさんがお茶が2杯ですね。ということですね。細川護熙。余談ですが、陶芸や墨絵にふけって風流人を装ってますが、評価に値するほどの対象ではないと。彼が2年前でしたっけ、東京都知事選に突然として20年ぶりに、登場して、脱原発のヒーローみたいな形で、当時の宇都宮さんの野党統一候補を分断して、見事に、分断が成功しちゃって、成功したことを、まさにやらせですよね、これ。で、その時にいわゆる宇都宮さんを支持してた文化人と、それから森川、小泉の脱原発、衛星ですね。衛星脱原発のでっち上げ、元2人の首相の登場に、そっちの方に流れた文化人、知識人が多かったんですね。その人たちの、いわゆるそれは間違ってましたと、私は騙されましたっていう、いわゆる総括なり批判なり自己批判なりっていうのは聞いたことないですよね。彼らは何事もなかったかのように、相変わらず、市民活動のリーダーみたいな形で、オピニオンリーダーみたいな形で、
発言したり行動してますけど、まずそのことの誤りをちゃんと総括しなさいよということですよね。その事件、トランプ氏支持の指揮者の理由は外国政府に対する軍事介入をやめるだったはず。日本でもトランプ離れが起こるでしょう。あいつはもう嘘つきで、まあ安倍と全く同じですね、嘘つきで、大衆受けすることに対して、何でも言うわけですよ、根拠なく。そして、世界の警察官をアメリカは辞めるんだということはみんな信じたんですけど、裏ではこういうことやってるわけですよ。就任直後ですよ、許可を与えてるんですよ。それで、イエメンの村民24人最大殺してるんですよ。ということですね。で、今日の重要情報、これは面白いですね。リテラ、拘束なし、テストなし、授業中にギター弾く星野源を生んだ自由の森学園のユニークすぎる教育方針という、これはいいですね。今のいわゆる学校教育、私が言ってる学校教育は一方通行で、教師が、御用学者が書いた学説を教会の牧師のように聖書に書いた嘘をいかにして一方的に教会に集まった信者をに嘘をついて、洗脳するかというのとすごい似てるわけですよね。教科書がキリスト教のバイブルという聖書であって、で学校の建物が教会で、学校の教師が牧師と、そして、教科書には嘘を含めた、今日のメインテーマに近いですけど、タブーに決して触れない、御用学者が書いた学説があふれている。それを一方的に教師が子どもたちに洗脳するから面白くないんですよね、日本の学校教育一方通行で。そして子どもたちが素朴な疑問で、先生この話おかしいんじゃないですか、教科書にこう書いてあるけど私はこう思いますという質問をしたら、お前は授業を妨害するのかと、出てけと言って、最悪の場合は退校になると。そして洗脳がうまくいったかどうかをチェック、定期的にチェックするのが中間試験であり、期末試験であり、そして入学試験であるということで、で、教科書に書かれたことを丸暗記して、忠実に、試験に、で要領よく答えられる人間が偏差値が高いと、そして東京大学の法学部に入学するという構図になっているわけですよね。細川氏支持の文化人は電力会社の主催する文化講演会やコンサートに出演していた人も多いという、御用、原発マフィアということでしょうね。砂月美さんで、これ面白いですよ。自由の森学園は1985年の創立以来、一貫して学力偏重の確実的な教育にアンチテーゼを唱え、定期テストを行わない、数字で成績をつけないなど独特な教育方針を取っていることで有名な学校と、長男が通っていた縁もあり、菅原文太が理事長を務めていた時期もあった。ああそうなんだ。そんな自由な校風ゆえに卒業生はバラエティに飛んでおり、サテロックの元メンバー星野源、浜野健太、田中薫、伊藤大地、野村達氏はもちろん、このなんていうの、花レグミ元スーパーバトルドッグの長関隆っていうのかな、日暮愛菜、タレントの裕二、要するに、表現系の人たちが活動してるんですね。
レジューの森は中高一貫の学校なんですが、雰囲気は大学みたいなんですよと。私服だし、中学は単位が必要ないので、授業に出なくても卒業できるという、本当は授業には出なきゃいけないんですけど、授業に出ないと、もちろん先生は怒るけど、僕は授業中ずっとギターの練習とか芝居の稽古をやってたんだと。星野自身が言ってますね。星野源って言うんですか。銃の森学園では主要5科目を中心に、据えた詰め込み型の序列教育ではなく、自分自身の考える力を生徒に身につけさせることを目標にしており、前述した通り、一般的な学校で行われる定期テストはなく、授業を受けた生徒が書いたレポートに教師がコメントを添えて返す形で学習進度の区切りをつけるという。さらに表現教育に重きを置いているところも特徴的で、音楽は中学から高校まで6年間必修だった。美術でも一般的な絵画の授業のみならず、大工や染色といった分野を選ぶこともできる。卒業生にクリエイティブな職種の人が多いのもこういったところに理由があるんだろうということですね。これはなかなかユニークですね。ぜひ、普通の、いわゆる、洗脳教育に我慢できないというお子さんなり親御さんは、ぜひ、私立ですから授業料が高いと思うんですけど、いいんじゃないですかね、学校見学して。これ、飯能にあるんですよね、一度私行ったことありますけどね。こういう学校が日本に存在するってことだけでも素晴らしいですよね。これだ。これリテラの記事です。マイナス3。これですね、校則なし、テストなし、授業中にギター弾くと、星野源を生んだ自由の森学園、ユニークすぎる教育方針と、リテラ。選挙も議会も審査も受けてない男は、安全保障の最高意思決定機関 NSC の常任、トランプ政権の黒幕で白人至上主義のバーノンの大統領で国防の中核に、これ KKK ですよ、これ、白人至上主義です。あらかじめ答えが約束されて、それに従順に答えられる人間を合格、優秀とする教育は何の創造性も生まないと。まさにその通りです。だから日本のいわゆる東大法学部を出た官僚、優秀な官僚と言われる人間、あるいは政治家等々っていうのは、いわゆる答えが出ていることに対しては答えられるけど、予測不能の答えがないことに対してはもううろたえちゃうと、どうしたらいいか分からないというとんでもないやつらが日本の権力支配層を構成しているということですよね。黒柳徹子さんの出た巴学園は今存在しないような、そうですね。あそこ、巴学園も非常にユニークな存在だったんじゃないですか。だから、黒柳徹子さんみたいな個性豊かな、既存の常識にとらわれないユニークな人が登場してるんですよね。おととい、IWJ で三井の故意による黙示的逃亡という聞き慣れないものを知りましたが、因縁つけて逮捕できるという現代版魔女狩りというのでもとんでもないもの、衆参。黙示的共謀？共謀罪なんですかね、これね。ということです。から今日の注目情報、これも非常にね、長谷川豊擁立で維新の本質が明らか、透析患者は殺せ。待機問題は親の甘え、育休取れない女性にバカ女という、長谷川豊が参院選に、次期衆議院選か、千葉1区で擁立することを日本維新の会が決定したという、
バカだよね。日本維新の本質が明らかって、もともとそうなんですよ。これは橋下徹でしょ。だ昨日でしたっけ。いわゆる小池百合子の新党結成と全く同じですよね。大阪で橋下徹を大阪府知事に最初に擁立して、次に市長にして、そしてわけのわかんない、東京都構想というわけのわかんない、プロジェクトをでっち上げて、それ全部廃墟でやってるのは、マッキンゼー部隊ですよ。それが今、小池百合子の新党の背後にいて、いわゆる金融特区で東京都を世界の金融特区に住んだというとんでもないプロジェクトを立ち上げていると。全く同じですよ、これ。ジャパンハンドラーです、2人とも。結局、安倍とつるんでるんですよね。吉行さん、キャス君ですね。ということで、現在、今何分ですかね。61分35秒経過で、閲覧86名様、計199名様、コメント97点。良い長谷川さんもいるでしょうが、長谷川美智子、長谷川、みんな、幸宏、長谷川豊、サーク、長谷川か。なるほど。うまいですね、砂ずきんさん。維新、本家、自民党のごろつき集団と、まさにそうです。まあ、要するに、ジャパンハンドラーズというのは、自民党を補完する勢力を常に発掘してるんですよね。で、そいつらがあたかも反自民として登場するわけですよ。だから、トランプの登場と全く同じですよね。現在のいわゆる、規制、権力、金融資本、大企業、軍需産業等々をバックにした、クリントン、ヒラリー・クリントンに対して、庶民の味方みたいな感じで、反権力、反規制体制を破壊するんだと。こういうところで、トランプが登場して、大衆の不満を一気に吸収して、大統領候補になっちゃった。で、さらに、彼の場合は、私が言ってますように、10.30か29かなんかのコーミーという FBI 長官による意図的な国家犯罪的なリークによって逆転しちゃったと。で、それはアメリカの大統領選挙が全く民意を反映しない間接選挙であり、かつ選挙区の選挙人が一人でも多くの大統領候補者を獲得した場合は、その選挙区の選挙人全部を総取りするという、とんでもないせせあの政治インチキな選挙制度によって、トランプが実際は290万票も少ないにもかかわらず、選挙人の数では3600対2300と圧勝しちゃったと。だから、まさにインチキなんですよ。だから彼を私は絶対45代米大統領としては認めないと。だから常にカッコつき新米大統領ってやってますね。スノーキンさん、始まりは河野洋平の新自由クラブ。そうですね。怪しいですよね。自民党から割って出るということですよね。日本の小選挙も総取りと。ああ、そういうことでしょうね。総取りですよね。シカゴさん、自由の森学園中高等学校、ウィーキですね。試験による点数や成績による序列化が一元的な尺度を生むのでという。非常にユニークですね。ですから、不登校で悩んでる人は、悩んでる子供を起こす、お持ちのお子さんというのは、一度、この自由の森学園を訪れて、自由な校風とか、どういうことをやってるのかということを、子供と一緒に見に行った方がいいですよね。そうすると、授業が、既存の学校の授業が、さっき言いましたように、一方通行で、
子供自身の自主的な発想とかなんかを全部潰すという教育しかしないから面白くないんです。つまんないんです。で、いじめが横行するという中で、不登校になっているお子さんをお持ちの親御さんはぜひこの自由の森学園、中学校、高等学校を一度学校見学して、子供と一緒に。で、転校した方がいいですよ。まあ、ただ、授業料はちょっと高いと思うんですけどね。小池新党も、まあ、怪しいですよ、完全に。大体みんな同じパターンですよ。自民党の政治がとんでもなく悪いと。で、それを批判して党随をする、自民党出身者があたかも反自民のようなイメージで大手マスコミが囃し立てるということで、それに騙された有権者が小泉もそうですよね、自民党をぶっ壊すみたいな感じで登場すると。それから、細川も都知事選挙で、脱原発で、彼は都知事選が終わった途端また消えちゃったじゃないですか。そして、橋本徹、今っていうか、もともと自民党の別動隊ですから、別動隊の正体を、正体っていうのは、まあ、最初から分かってるわけです。だから、長谷川豊を擁立するっていうのは、彼らの本質なんですよね。本質が今明らかじゃなくて、もともとそういうもんなんですよ。だから小池新党も同じですよ。慎太郎と仲の良いゆりちゃんも怪しいよと、周平さん。ゆりちゃんって誰でしたっけ？砂月さん、みんな維新、日本の心をないがしろにするかい？ないがしろにするかいだろうと。小池、理想チェーン軍団ですと。この世界、子供向けのヒーロー舞台劇と同じように、舞台の袖は悪役もヒーローも笑いながら話し合っていると、そういうことです。プロレスの世界ですよ。ということで、今日の放送はこれで終わりです。68分6秒ですね。閲覧88名様、計218名様、コメント106件。それからたくさんのコンティニューコインとお茶と、それからデコフレームとかなんか、これなんていうんですかね、いわゆるキャラクターですよね。いただきました。ということで、今日の月曜日、現在午後10時1分ですね。お疲れ様でしたと、その時にさ、そうです。裏ではもう悪役とヒーローが笑いながら話し合ってると。いうことでしょうね。小池百合か。ゆりちゃんっていうのは小池百合子のことか。失礼しました。ということです。だから、あれもそうですよね。戦争法案に国会で派手に反対で、数をやってた京都出身の誰でしたっけ？民主党の彼が、議席では自民党の戦争法案を主導したひげの自衛隊員の佐藤と談笑してると。だから夜はもっと親しく、赤坂の、料亭で、ご苦労さんからやってるんでしょう。ということです。よしゆきさん、お疲れ様でした。スマウキンさん、黒百合と。なるほど。白百合じゃないですね。黒百合ですね。シュウさん、お疲れ様でした。エリコさん、ありがとうございました。シュウヘイさん、ありがとうございました。神山真一さん、そう、こいつが悪そうですね。マッキンゼー、元って。だから、元って言ってますけど、
もうマッキンゼーから全面的な支援を受けてます。マッキンゼーっていうのはロシアと国際金融マフィア の, あのマーケティング直系企業ですからね、世界的な。ということです。でまた明日ですね。お疲れ様でした。終わりです。